一式翔太は、茨城県出身の元男子バスケットボール選手である。ポジションはガード。背番号20。177センチメートル74キログラム。地域リーグの東京会場、日動ビッグブルーに所属していた。私立柏高校から日本大学に進学。卒業後は、千葉エクスドリームスを経て、2011年に千葉ジェッツから、 育成ドラフト10位で指名を受け入団。プレースタイルは、ディフェンス・オフェンスともに、バランスのいいプレーをする。自身の公式ブログで取り上げてから、彼がシュートを決めた際に、座席からジャンプして応援するファンが多い。ホームゲームでは、彼がシュートを決めると、MC が名前をもじり、it's ッツ、英称タイムと絶叫する。2014から2015シーズン途中から、筑波ロボッツへ、 レンタル遺跡。レンタル遺跡期間中の背番号は16。2014から2015シーズン終了をもって、筑波ロボッツへ遺跡。筑波ロボッツでの背番号は1。2016年開幕の B リーグの2部に、ロボッツの参入が決まると、唯一の地元出身選手として残留することとなった。2018年シーズンから、B3 リーグの東京会場、日動ビッグブルーに遺跡。 同チームではアマチュア契約を結び、チームの母体である東京会場、日動の専業代理店であるエキスパート株式会社にサラリーマンとして入社し、東京会場日動に研修出向制度を利用し、同社の社員として勤務している。2019年12月7日、公式ブログにて引退を表明した。ありがとうございます。